VLFM フ,フィンランド中央航空博物館に展示されている VLFMVLFM は1944年にフィンランドの国営航空機工場で設計された戦闘機である。アメリカ合衆国のブリュースター F2A バッファローの設計をもとにしており、金属物資の不足により大部分が木製構造であったがフレーム部が金属製である点はブリュースター機に類似していた。 フィンランド空軍には少数のブルースター機しか収益していなかったため、ブルースターの設計を元にした自国製の戦闘機を欲していた。この機体の設計のために都が指導者として呼び集められた。空軍は90機のフムを発注したが、わずか1機のみが製作された1944年に量産は中止された。HM-671 の登録記号を与えられた。 この機体は1944年8月8日に初飛行し、その後に総計19時間50分の飛行を行った。重量が計画値よりも 250kg 重く搭載したエンジンが非力であることで、単純にこの機体は1944年という時期に、期待される戦闘機の標準的な性能には及ばなかった。主翼に装備していた。 機関銃を胴体に移設したことは特筆すべき改善点であった。HM-671 は完全に修復されてフィンランド中央航空博物館に展示されている。ありがとうございます。